大分県別府市から熊本県阿蘇市に至る県道である。日本百名道の一つで一部の区間は山並ハイウェイの愛称で呼ばれている。大分県有布市水分峠と阿蘇市一宮地区を結ぶ区間は1964年6月25日に日本道路公団の管理する有料道路別府阿蘇道路として共用開始され。 1994年6月25日、料金徴収期間満了に伴い無料開放された。この区間は特に山並ハイウェイの愛称で呼ばれる。また、同時期に整備された、国道57号は蘇市一宮地区異性の区間と、合わせて、九州横断道路の一部となっている。湯布岳や九十連山が、 間近に迫る日本離れした雄大な景観は素晴らしく、特に山並ハイウェイは、九州で有名なドライブコースとして知られる。瀬戸内海に沿って南北に走る、国道10号の別府港の近くの、九州横断道路入り口交点から西向きに、走り始める。起点の東側では、別府国際観光港と接続している。九州横断道路入り口鉄林温泉、坊津地獄館は、 国道500号との重複区間である。起点から別府インターチェンジ入り口、ッタサ三差路交差点までは4車線以上の道路が整備されている。別府市の線上地を離れると鶴見だけの南山陸を西に登って行き、標高532メートルの別府ロープウェイの高原駅に到達する。その後細かいカーブを繰り返しながら、 城島高原、いのししの瀬戸湿原を通って、標高776メートルの湯部だけの登山口に、達する。湯夫院盆地に下ってきた道路は、盆の南縁を通り日差し、大本線南湯部駅付近の前徳の交差点で、国道210号と交差する。この区間は二車線路として整備されており、所々と反射車線も設置されている。別府。 湯布院の観光地を結ぶ道路として、湯布院盆地中心へ通じる大分県道216号、別府湯布院線とともに交通量も多い。国道2 1十号分岐より、水分峠付近で、再び国道210号と交差するまでの、湯布し湯布院町川西を通る区間は、現在においても、道路の拡張が進んでいない区間である。一車線の境愛道路で、 細かいカーブを繰り返しながらの峠への登り道が続く。水分峠から国道210号を分岐して阿蘇へ向かう道路が日本有数の絶景ドライブコースとしてよく知られる山並ハイウェイである。湯布市の水分峠以南は2車線の道路で整備されていて、飯田高原から瀬野本高原までの区間は概ね標高900メートル以上の高地に道路が敷かれており、 陶器の積雪や路面凍結に注意が必要となる。瀬の本高原から白山展望所までは、牧場が点在する草原の中を道路が走り、宇部山村の道路脇には日本では、珍しい牛馬優先の標識が見える。体感方へ向かう、ミルクロードとの交点から、カルデラ内部を見下ろす白山展望所を過ぎると、阿蘇山の外林山を、 ヘアピンカーブが続く道で下って行き、アソカルデラ内に到着する。そのまま直進すると、宝碑本線宮所の駅前の国道57号、宮所の駅前交差点で突き当たり、終点となる。大分県湯布市、蛇越展望台から眺めた湯布岳と湯布院盆地。道路線は、画像右側中央の峠から、S 字で降り、その途中から、右の山っそう。 手前側に進み、手前の山上を、右から左へ進んでいる大分県九重町の、飯田高原付近。正面は、九重山。山並ハイウェイ脇の牧場と、牛場優先の標識道路周辺は、別府、湯院などの温泉地や、九重連山の九重山、阿蘇山などの活火山があり、日本有数の観光地が、道路周辺に並ぶ。 別府と湯布院間にある標高1583メートルの湯布岳のふもと一帯は草原が広がり、その中をなだらかな高速カーブやヘアピンカーブが続く。秋から春にかけて、早朝の湯布院盆地は霧に覆われるが、湯布岳付近にある展望台、さぎり台からは、湯布院市街の朝霧りや夜景を一望でき、10月頃の 早朝には雲海に覆われた湯布院盆地を見下ろすこともできる。湯布院から飯田高原間の約1 5トルは新洋樹林帯に囲まれた峠道である。九十三の北に位置する飯田高原では大石原あたりで視界が開けて道路も直線的になる。道路は木にある長蛇ヶ原ビジターセンター北にある長い直線道路が特に有名で、 道路正面に噴煙を上げる九十山を見ることができる。その南には広い湿原を木道で散策できるで原湿原があり、高原の草花を手軽に鑑賞できる。九十連山付近の道路には温泉が点在し、道脇のところどころから湯気が湧き出している。九十連山脇の牧野と峠は山並波波ウェイの最高地点で生成山や 九十山への登山口となっており、レストハウスもある。背の元から阿蘇の外林山までの間は、緩い起伏の草原地帯と広い牧場が続く、丘陵地で、正面には阿蘇の山々が望める。そして、阿蘇外林山内部は、田園地帯で阿蘇市一宮市街地に阿蘇神社がある。道路周辺の地形は、個々の場所によって変化に富んでおり、 様々な景色を見ることができる。転送元カテゴリー山並ハイウェイに関するカテゴリー、別府阿蘇道路に関するカテゴリー、ありがとうございます。